皆さんありがとうございます。チャンネル登録していただいてね。登録はな今しました。いつぶしてみた。イエーイ。イエーイでいいの？今日は、焼き鳥たーちゃんに来てまーす。たーまくん。はい。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。チャンネル登録。今日で、ね、一緒に、チャンネル登録しました。イエーイ。隣にね一緒に行ったね飯田市消防団のね。ぜひちょっとこの映画見に来てください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。行きます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、富山君、ここの働いてたお母さんがこの間見に行って来ました、お会いしました。そうそう、はい、それで今日も見て今日も見たの今日、あ、今日一緒に話したら、はい、すごい詳しくて、はい、楽しんでってで、もう一回見たいって言ってました。あ、嬉しいですね。もう2回も3回も見てくれました。あの人も来ました、床屋の人。あ、おじいちゃん来てくれた、うん、よかったよく覚えてますね。うん、結構あの人パンチあったんですよ。あの俺にもかけよとか言ってたんですけど、あのパンチドランカーですから。へ、なんか他にもおりましたよ、たーちゃんで。うーん、宣伝聞いてきたって言って、なんかね、あ、たーちゃん、じゃあ焼き鳥をね、すいません、焼き鳥をじゃあこれ頼みますのでね、お願いします。ブルーローズってマチコのすぐ近くのスナックに同級生に呼ばれて行ったんですよ。そしたら初めて会った、なんか、なんて会社か思い出せんけど、名刺もらったんですよ、社長2人だって言って、チケット買ってくれた、10万円ってエンドロール載せろっつって、なんか言ってたよね、あれでインスタのライブで、はい、めっちゃ盛り上がりました。そのおかげで、バル終わったのに今日絶好調で二日酔いで、同じ服着てます、昨日と。起きれなくて。あ、それも言ってた。起きれない時は同じ服っつって。あれ？インスタ何でやってますか？いや、あれで見ましたよ。あのなんだっけ？インスタのライブの、ライブの残った。インスタの名前がわからない、シャンパンおじさんの。僕、シャンパンおじさんで入れてますよ。本当？今日大体わかるじゃん。僕はだいたいね、ファーストドリンクキクスティとか、ね、うん、いやでもそんなコメントなかったよ。キモデモンズさんとか、そういうので大体分かって気づくよって。ああ、そっか、コメントで。そうコメントで気づかせる。最後、チャンパンおじさんが面白いってとよくお母さんとかから LINE が来て、一慶さんの同級生から、まずいなって言って。じゃあ俺、とよか舞台挨拶行こうかな。夜も寝ずに昼寝して頑張ろうかな。なんかもう田口と審判さんのけど、子供もね、今日ご飯食べてたら子供が声かけてくれたっつって。そうなんです。慈しみ深酒のファンです。そうなんですよ。いや、なんか深酒っていう番組があるんですよ。子供が黒金屋で俺スポーツとかから入ってきて、ウェーとか言ってウフとか言って近づいてくるんですよ。それで小芝居しよう。違うで、いろいろ喋っとったら、深酒見とるわけですね。で、だから、そうそう、ケーブルテレビっていうのはね、うん、もう地元の。だから、映画も見に来てねって言ったら、お母さんが、多分この映画はちょっと子供見れんやつだよって言うけど、全然そんなことないですって言って。一慶さんのね、エッチなシーンがあるからね。ちょっとですよね。あれね、何しようか分からないですよ、あれ、あんなの。そう。あんな別に。何しようか分からない。渡辺一慶さん。腕立てっていうの深いやつをやってるぐらいにしか見えないんですよ。池さんもこの時来たのに、池さんまた来るって。あ、嬉しい。なんでかっていうと、コロナで舞台が中止になっちゃったので、それも全部読んでますよ。なんか言っとった、また俺。今度はね、3月の、ね、17時頃で三浦浩一さん、三浦浩一さんはね、二平半課長と、東京キットブラザーズ。何、ね、うん、だっけ、あとラグビーのドラマ何でしたっけ、ヒーロー、スクロール、あ、スクロール、あー、スラクの先生、そんな場所かで。で、この間ね、実家まで送っていってたの、聞くの、うん、実家行ったんですか。行ったお父さんの会っちゃったしね。そうなの、ジェイシブじゃんね。そうそう、だからあいつ家はボンボンだよね。ボンボンなのに中卒で、
あんな役者みたいなやって親が泣いてますよ。で実家まで行くの？なんで？でそっからあいつ実家から帰ったんですか？そうそうそう。一日あったから一日泊まって。そういうことか。お父さんがどうぞ寄ってくださいって言ったけど、コーヒーでもどうぞ。それは取ったんですか？まあ取ってない。コーヒーでもどうぞだけど、だから僕コーヒー嫌いなんで。それ取ってほしかったね。僕コーヒー嫌いなんですよ。シャンパンくださいって。シャンパン。そこでシャンパン。コーヒー嫌いなんでシャンパンください。コーヒーダメなんですって。お父さん、お世話になりましたって送って帰ってきたっていう。その途中で長良川で、僕のヨットハーバーがあって、そこで船が2つあって、そこでちょっと温泉入って。温泉に入って。温泉。富山の温泉みたいな感じで。富山の温泉はね、そうそうそう、浅かったんで。ね。すごいちょうどめちゃくちゃ広かった。これぐらいのこれぐらいのあれ、はい、そうよかった。安心よ。ありがとうございます。コロナウイルス、俺コロナウイルスで毎日ずっとアルコールの食品を洗ってない。全然手洗ってないです。もうアルコールばっかりですから。ちゃ荒れちゃうね。なぜならばコロナってみんなギャーギャー言っとるもんで、俺がちゃやっとらんとね。何も気にしないですけどね、俺、コロナなんて。伊沢。ね、これが東京は大打撃ですよね。俺の知り合いのやつらも演劇とか、沖縄に中止してるし、一慶さんのやつもね、中止になっちゃって。今度は新宿のテアトル？テアトルも、大丈夫ですか？舞台挨拶を初日だけにしてくれってなっちゃって。上映は大丈夫ですか？上映大丈夫なんで、まあ、それまでに収束しとってくれれば、舞台挨拶もできるんですけど、舞台挨拶の出来がいいとパンフレットめっちゃ売れるんですよ。舞台挨拶中に音楽かかるんですよ。舘田孝子さんの音楽かかってるんですよ。でアルバムを流しっぱにしてるから、たまにすげえハードな音楽かかっちゃってなかなかうまくいかない時もありますけど、結構しんみりしてる時はこっちも感情入ってくるもんで、結構涙ポロポロ出るんですよね。そうするとみんなからちょっと声で流したらまずいな。いや、そうするとパンフレットめっちゃ売れるんですよ。いや、流そう、これ流そう、はい、今流そう、こういう感じでやっていった方がいい、はい、これを見ちゃうとね。まあやっぱ涙を、ね、流さないとね。三浦小一さんみたいにね。三浦小一さんは本当に演技で、ね、リハーサルでは何も涙も流さなかったくせに本番入ったらすごいだよ。みんな、何が起こったんだろうと思って、はあ、こいつ泣いてるぞっつって、いや、その泣くようなとこじゃないんですよ。なんだけど涙を流すってあれはもうだから技術ですよね。なんか横にボタンがあって押すと出るとか、そういうふうにしとるかもしれない。さあ、この押すと出るとちゃんとね、カメラの位置も分かっとったから、ひねるじゃないですか。ひねってこうやって落とすっていうやったんですよ。さすがだね。まあ、遠山君もその領域に来たか。まだ来てない。俺、タケちゃんの音楽がないとダメだね。しかもハードなやつだと泣けん。流すんだ、このテンポは。流しちゃおうか、ちゃん。久田さんだっておっしゃるわ。そうそうそう。ピッて出るんだ。そうそうそう。いや、久田さんでも。久田さん、この間俺に怒って泣いてました。タクシーの中でずっと。落ちるとこまで落ちるのか。裏切って。こんなに一生懸命応援してるのに。落ちる。その後俺終わってから田口と大喧嘩。あの後、俺田口の髪の毛引っ張り回してね。嘘だ。倒してね。嘘だ。殺せるもんなら殺してくださいみたいな。でもなんかね、あいつ音楽の先生がね。音楽の先生が。あいつね、本当にムカついた。なんかね、なんか俺は命がけて YouTube やりますとか言って言っとるもんで。そんなことあった。って言ったらお風呂入っとったもんで、あ、じゃあ分かった。命がけだなと思って。心臓麻痺で死ぬかもしれないですからね。あ、その後もあったんだ。どうぞ。どうぞ、いつもお世話になってます。紹介します。焼き鳥たーちゃんのオーナーです。いや、本当に美味しい。いつもありがとうございます。富山君、ここ何回目かな？僕ね、4回目ぐらい。4回目。結構来てるじゃん。ありがとうございます。今日何か話があった？今日ですね、謝らないといけないということがありまして。ないちょっと待って。なんだ？本当に私のミスでしかないんですけれども、チケット10枚買っていただいて、エンドロールにですね、
あのお名前を載せるという話で買っていただいたんですけれども、僕がですね、おそらくですけども、あの伝達ミスをしてですね、今載ってなくてですね、それを全然大丈夫です、してしまって、あの俺が発見したんだ。4月にあのもう一回差し替えで見直すんで、その時に飲みますんで、本当にその時、田中さん、東京そんだけ、あ、チャンネル登録よ、本当に申し訳ないです。詐欺みたいなことしちゃって、本当に4月に変わるんで、その時にあの見に来てください。ありがとうございます。申し訳ないです。いえいえ、やらかしちゃった。ちょっと大きめに乗せてよ。フェイントと入れ替えちゃった。フェイントちっちゃくなっちゃった。あ、そうそう。僕あのじゃあちっちゃい方で、あの100枚目で入れ替えちゃった。じゃあ今日は楽しく、すいません本当に。いやいやいや、4月17日には確実に、ね、YouTube 載せて。で、あのまさきでーす。アキラでーす。5月以降。忙しいの大丈夫かなこれで許して後で怒らんかな。カメラ回っとるから。タカさん怖いよ、切れたナイフだからね。切れたら怖いタカさん、切れてます？切れてないです。俺切れさせたの大したもんですよ。切れさせたの大したもんです。今つっかいがね、よかった、あ、よかった。心置きなく、あ、心置きなくじゃないし、ちょっと今日は本当に真面目に人と人とはね、人と人とはこうね、支え合ってこう入るになっちゃうよね。まあだけど富山君、じゃあこれお詫びでね、慈しみ深酒、深酒はちゃんとバッチリやらせてもらう。原さんのこれケーブルテレビ、北は北海道から南は札幌まで、うん、北海道違う狭いな、ね、あ、違う、なんか言ったけど、よろしく、ありがとうございました。よかったよかった。いやだって僕だって紹介したお客さんが乗ってなかったら、だって、ね、僕はだってお願いしてだったんですよ。マスター音感教室の子供たち乗せるって言ってチケット買ってもらったのに、まるっとなくて、もう泣きながら、泣きながら、泣きながら謝りました、ほんと。しょうがないですよ。いや、もう出てるじゃないですか。もう登録したんじゃないですか、これ。スパンサーですよ。はい。あ、これ、完了ですか。あ、たぶん、Google のアカウント持ってないから、あ、持ってるじゃん。どうしたらいいんだ、これ、田口がおらんとわからん。田口呼びましょう。できた、できた。あ、できた。あ、できた。やった。焼き鳥ターチャンネル作った方がいいですよ。でも本当にしつこくやっとったら、チャンネル登録者1年2年したら1000人になったら、もう上げとるだけで勝手にお金入ってくるんで。そうです。広告収入があるんで。これ多分、福沢さんと田口がコンビ組んで毎日上げとったら、相当 YouTuber で売れますよ。いや、200ぐらい上げました。僕が登録した時に390ぐらいなんですよ。それ今だいたい倍ぐらいになってるじゃないですか。1日20、30増えてますね。勝手に。あと1ヶ月で1000いっちゃうかな。はい。おお。これメルカリでね、500円で売れるから。売れません、売れません。全然売り取らん、これ。シャンパンそんな好きじゃないですよ、ほんと。それずっと言ってた。バカみたいなもんなんて。シャンパン好きじゃないけど、好きじゃないって知ってても飲ませるみたいなのあるじゃん。ね。あの高いウイスキーの方がいいの、あっちの方が美味しいで、菊水だ、菊水嫌だ、菊水嫌だ、この菊水のせいで菊水を監督が、大山監督が菊水が好きみたいなイメージ定着させたでしょ。この映画も好きじゃないでね、監督がファーストドリンク菊水で、タイさんとか来た時、その席そこ来た時も菊水飲んで含まれて、だからもう菊水禁止になっちゃった。全然飲ませるじゃん。そうそう、2回飲んで、キングスに飲みすぎたせいで、吉見さんの店でなんか知らないお客と喧嘩してて、客とあの映画の音楽性の違いで客と喧嘩したんで、音楽の話がしたら殴ってるんですよ、この野郎。それはいいんだけど、チケット500枚なくしたって時があって、だからもうキングス飲ませるんだっつって、でも平気で飲ませますからね。だけどファーストドリンクキングスって、もうそのこういうね、こういう名詞だから、こういう名詞定着したから、それあるじゃんね、どんな時でも、どんな時でも駆けつける。菊水の差し入れ多いですよ、だから。で、菊水行きますか。菊
菊水の差し入れ。だから嬉しいじゃないですか、大山監督はね。菊水。菊水って、稲のね、うん、関係で菊水。あれ危ないですよ。嬉しいじゃないですか。あれある意味ね、あの、本当に、本当にやばい。稲の、稲の、これ、ピー。稲の、菊水。嬉しいじゃないですかね。そうやって、地域にこう活性化してもらう。だってこの映画で菊水が乗ったから菊水の株価が上がったんですよ、ね。6000円だったやつが9000円ぐらいになっています。まあ顔で言っとるよ。本当に大丈夫。だから今本当このコロナとかのねあれで今あのまあアメリカの株も下がってでねあの株下がっても菊水だけ今上がってますからね。本当に？いや本当に調べるよ。いや本当に。今、菊水と美しい深くだけ上がってますから。美しい深くだけ株はないですよ。ケーブルテレビの株が上がって株上がっちゃって、もう本当に調子乗っちゃって。じゃあ、面白いことやりましょう。出た出た出た。じゃあ、行きますよ。あ、失敗失敗失敗。はい、はい、外したが面白いよ、こっち外したが面白い。ああ、おーい。まあ、この間成功してるやつ上がってたから最後最後やっぱね芸を身を助けるって言うじゃないですか。ね、いや富山君にはね芸がない。うるせえな。やるよ。じゃあこれでやるんですか。やる、うん、おじゃあもうちょっと先この第一、うん、第二関節、はい、そうそうそう、これでパンってやってくしね。そうそうそう、これ相当でかい。ゲルゲル。おっ、やめて、やめて、だいぶこっち来てる。すいません、だいぶこっち来てる。なんか反論がある、反論が。だいぶここ来てたんだけど。まあ、そんな感じかな。な、うん。まあまあだな。まあまあ。結果オーライだ。まあまあ。アメリカのお母さん。まあまあ。アメリカのお母さん。まあまあ。今夜はカメラを撮ってるな。そうそう。タグチ君だったらすぐやってくるんだけどな。いやいや、じゃあカメラを止めるなに乗っかるのがあんまり嫌だっていうのが同じ賞もらったもんね。チャンネル登録お願いします。うわ、これきつい。